8時になりました。連休明けの株式投資に向けて、明日反発期待の4銘柄と決算スケジュール2週間分についてお話しいたします。この順でお話しいたします。まず、明日反発期待の4銘柄。まず、ビジョナル。ビジョナルはプライム市場の銘柄です。こちらが先週木曜日に発表された決算です。 今期計上は6%増で5期連続最高益更新。24年7月期の連結計上利益は前の期比28.5%増の184億円になり、25年7月期も前期比6.1%増の196億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、増益になる。 直近3ヶ月の実績である5月から7月期、第4クォーターの連結形状利益は前年同期比31.1%減の26.8億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の22.1%から14.9%に大幅低下した。こういった内容でした。金曜日ですが、増益で5期連続での最高益でしたが、 金曜日はこのようにマイナス5.68%の急落となってしまいました。こちらがその急落についての記事です。今期増益率の鈍感見通しをマイナスし、ビジョナルは大幅反落。前日に24年7月期の決算を発表。営業利益は178億円で前期比34.9%増となり、 第3四半期決算時に情報修正した水準を小幅に上回る着地に。一方、25年7月期は191.5億円で7.4%増に増益率鈍化の計画。コンセンサスは10億円程度下回る形となっている。ビズリーチは 15%, 15増と高い売上成長を想定しているものの、高益 広告宣伝費や人件費の増加、その他事業への投資増で利益率は低下すると見込んでいるようだ。こういった内容です。ビジョナルはビズリーチで知られる人材サービスの会社です。ハイクラス人材に特化している点が特徴です。人材活用プラットフォームのハーモスも展開しています。5年チャートを見ると2021年の上場以来、 レンジ相場が続いており、徐々に振幅を狭めていく傾向にあります。売上高と営業利益の推移は、売上、そして利益、共に順調に伸びており、5期連続での最高益を見込んでいます。配当はまだ無敗の状態です。経常利益の進捗状況は、 このように通気計画を3.8%超えて完了している状態です。直近3ヶ月の信用取引状態は、信用いは8月に比べるとこのように半減し、対借倍率も40倍から2倍に了下しています。1日の出来高が20万株ほどある銘柄ですので、 この10万株ほどの信用外であれば、受給はそれほど大きな問題ではないと思われます。金曜日の株価は8640円。出来高は165万株です。こちらは2023年、2024年、2025年の売上高、経常利益、最終利益、1株利益、1株配当の見通しです。 このように前期の増収、増益に続き、今期も増収、増益の見通しで、工業績の状態となっています。株価は割高ですが、稼ぐ力は高く、自己資本比率も68.3%で高い状態です。受給はかもなく、不可もない状態になっています。次にグッドコムアセット。 グッドコムアセットはプライム市場の銘柄です。こちらが先週木曜日に発表された決算です。11月から7月期、第3クォーター累計計上が75%増益。5月から7月期も9.3倍増益。24年10月期、第3クォーターの連結計上利益は前年同期比75.4%増の 24.4億円に拡大したが、通期計画の46.7億円に対する進捗率は52.2%にとどまり、5年平均の76.3%も下回った。直近3ヶ月の実績である5月から7月期、第3クォーターの連結計上利益は前年同期比9.3倍の18.5億円に急拡大し、 売上営業利益率は前年同期の7.4%から8.8%に改善した。こういった内容でした。大幅な増益でしたが、金曜日はこのように大一線となり、マイナス7.64%の急落となってしまいました。こちらがその急落についての記事です。 第3クォーターは大幅増益転換も進捗率低くポジティブし限定的。グッドゴムアセットは大幅反落。前日に第3クォーターの決算を発表。累計営業利益は28.6億円で前年同期比84.4% 84. 増となり、上期実績の32.2%減から 一点、大幅増益に転じている。ただ、末置きの通期計画の53.4億円、前期比2.5倍に対する進捗率は53.6%にとどまっており、見立つ懸念などは完全に拭い切れていない模様。出尽くし感など先行する形に、発行済み株式数の3.12%に当たる90万株、 7億6500万円上限の自社株買いもプラス、プラス死する動きは限定的。このような状況でした。グッドコムアセットは投資用マンションを販売する会社です。2000万円から6000万円の 1LDK が中心となっています。7月末にシボファンドの第1号案件が運転を開始し、 二号案件と合わせて24年10月期は合計で150円規模の残高で指導する見込みとなっています。10年チャートを見ると2016年の上場以来このように下値を切り上げる上昇トレンドが続いていますが昨年の半ばあたりからこのように三角持ち合いになっている状態です。 売上高と営業利益の推移は、このように売上、そして利益、ともに順調に伸び、一方、前期は大幅なずれ込みでこのように落ち込みましたが、そのずれ込みもこなし、今期は最高益を見込んでいる状態です。配当は上場以来、6期連続での増配を継続中の状態です。 現在の配当利回りは4.58%の高配当となっています。経常利益の進捗状況は、第1クォーターは0.7%、かなり遅れたスタートとなりましたが、第2クォーターで12.6%、第3クォーターで52.2%、徐々に取り返している状態です。しかしながら、この数字を見る限り、 通期計画の達成はかなり厳しいように見えます。今回この点が懸念されたのではないかとの見方があります。直近3ヶ月の信用取引状態は信用外がほぼ変化していない状況ですが、空売りが一方的に増加したことで対借倍率はかなり良化している状態です。1日の出来高が 20万株ほどの銘柄ですので、この112万株のもの信用買いは、やはりまだかなり需給が重く、今回の急落の一因になっているものかと思われます。金曜日の株価は786円、出来高は204万株です。3年間の業績見通しは、前期の減収、減益での で、えー、落ち込んでいましたが、増配となっています。一方、今期は増収・増益で増配の見通しとなっています。株価は割安とは言えませんが、配当は4.58%の高配当。稼ぐ力も高い数値になっています。前期が減収・減益だったため、配当成功は97.8%。 高い数値となっています。需給はかなり重い状態です。次にラクスル。ラクスルもプライム市場の銘柄です。こちらは先週木曜日に発表された決算です。今期計上は45%増で3期連続最高益0.6円増配。24年7月期の連結計上利益は前の期比74.7%増の 20.4億円に伸び、25年7月期も前期比44.5%増の29.5億円に拡大を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。12期連続増収になる。同時に今期の年間配当は前期比0.6円増の2.3円に増配する方針とした。直近3ヶ月の実績である 5月から7月期、第4クォーターの連結形状利益は前年同期比87.0%増の1.7億円に拡大したが、売上業利益率は前年同期の2.8%から2.5%に悪化した。こういった内容でした。大幅な増益の上に増配でしたが、金曜日はこのように大一線となり、 マイナスの急落となっています。この急落についての記事がこちらです。順調な決算発表も出尽くし感が先行。ラクスルは大幅反落。前日に24年7月期の決算を発表。営業利益は25.2億円で前期比42.9%増となり、 従来予想の23億円を上,ぶ上振れる着地期になっている。25年7月期は32億円から37億円のレンジ予想。中央値34.5億円は36.7%増の水準に。年間配当金は前期比0.6円増の2.3億円、あ、2.3円を計画。 今期ガイダンスはコンセンサスーなどでネガティブ感乏しいが、足元の株価は高値圏で期待感も先行していたか、出尽くし感が優勢となる形に、このような状況でした。ラクスルはネット印刷のラクスルを運営する会社です。広告シェアリングの、あ、失礼しました。ノバセルですね。 広告シェアリングの,の,のノバセルも運営しています。ヤマトホールディングスと資本提携をしています。そして、つぶらやフィールズとも,とも事業提携しています。こちらは5年チャートです。5年チャートを見ると、上場以来、このように下値を切り上げる上げトレンドが続いていましたが、2021年に 天井をつけてこのように急落し、以降は低迷を続けている状態です。売上高と営業利益の推移は、売上、そして利益、ともに順調に伸びており、3期連続での最高益を見込んでいる状態です。配当は前期に処配を実施し、 今期は増配の見込みとなっています。現在の配当利回りは0.21%となっています。経常利益の進捗状況は、第1クォーターは22.6%、第2クォーターですでに56.3%、第3クォーターでは98.4%、そして通期では107.4%、 通期では7%以上を超えて完了している状態です。直近3ヶ月の信用取引状態は、信用買いがこのように減少し続けていることで、対尺倍率も28倍から6倍に了化しています。1日の出来高が50万株ほどある銘柄ですので、この68万株の信用買いはやや重い状態ですが、 それほど大きな問題ではないかと思われます。金曜日の株価は1,108円。出来高は267万株です。3年間の業績見通しは、前期の増収、増益、増配に続き、今期も増収、増益、増配の見通しで、高業績の状態となっています。株価は割高ですが、 稼ぐ力はそこそこ高く、あ、えー、自己資本日比率高いと書いてありますが、こちら誤りです。失礼しました。配当利回りは0.21%で低い状態です。受給はかもなく不可もない状態となっています。次にジャパンアイウェア。ジャパンアイウェアはスタンダード資料の銘柄です。こちらが先週木曜日に発表された決算です。 神器採集が89%増益。5月から7月期も28%増益。25年1月期、第 2, 第2クオーター累計の連結採集利益は、前年同期比89.3%増の16.7億円に拡大し、通期計画の26.8億円に対する進捗率は62.6%に達し、 さらに前年同期の40.0%も上回った。直近3ヶ月の実績である5月から7月期、第2クォーターの連結最終利益は前年同期比27.5%増の9.4億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の29.7%から35.1%に上昇した。こういった内容でした。 2倍近い大幅な増益でしたが、金曜日はこのように第一線となり、マイナス15.50%の大幅な急落となりました。こちらがその急落についての記事です。上期営業利益は54%増も材料で、材料を出尽くし感。ジャパンアイウェアホールディングスは急反落。 12日の取引終了後に発表した第2クォーターの決算は売上高83億円29.6%増営業利益27億5400万円53.5%増純利益16億7700万円89.2%増と大幅な増収増益となったものの目先の材料を手尽くし感から 売られているようだ国内,国内個人消費の回復やインバウンド需要の拡大、ブランド力などを背景に店舗販売が引き続き堅調に推移したことに加え、金子メガネ、フォーナインズ両ブランドでの販売価格の改定を行ったことが業績を牽引した。また両ブランドで国内6店舗の新規出店を行ったことや、 メタルフレーム、プラスチックフレームのメガネ枠製造事業を展開する大法を子会社化したことも寄与した。なお、25年1月期通期業績予想は、売上高149億6000万円、10.6%増、営業利益43億円、16.2%増、純利益26億8000万円、 20.9%増の従来見通しを据え置いている。こういった状況です。ジャパンアイウェアは、金子メガネとフォーナインズを中核とするメガネビジネスグループです。メガネの企画、デザイン、製造、卸売、販売を行っています。来日客の需要が想定以上に伸びている状態です。来春は、 新工場も稼働を開始する予定です。一年チャートを見ると昨年11月に上場したばかりですが、上場以来、下値を切り上げる上げトレンドが続いている状態です。売上高と営業利益の推移は、売上、そして利益、ともに順調に伸びており、4期連続での最高益を見込んでいます。 配当の方は上場したばかりですが、すでに配当を開始しており、今期は増配の見込みとなっています。現在の利回りは1.40%。こちらが営業利益の進捗状況です。第1クォーターで28.3%、好調な滑り出しになっています。第2クォーターですでに63.6%を超えています。 この進捗であれば楽に通期の計画も通期のコンセンサスも達成できそうに見えそうなあ見える数値です。直近3ヶ月の信用取引状態は対借銘柄ではありませんので対借倍率で見ることはできませんが信用外はあまり変化しておらず1日の出来高が 20万株ほどの銘柄ですので、この34万株の信用買いは受給がやや重い状態と思われます。金曜日の株価は3135円、出来高は126万株です。3年間の業績見通しは、前期の増収、増益、初配当に続き、 今期も増収、増益、増配の見通しで、好業績の状態となっています。株価は割高で稼ぐあ、割高ですが、稼ぐ力は高い状態です。配当利回りは1.40%で低い配当ですが、配当成功は17.3%で,ですので、まだかなり余裕があるように見えます。 受給はやや重い状態です次に決算スケジュール2週間分です。今回は連休明け9月17日火曜日から9月27日金曜日までの決算についてお話しいたします。全31件が予定されており、本決算はありません。まず主な決算銘柄売買代金100億 100億円以上の大型銘柄はありませんが、売買代金10億円以上の中型銘柄が2件予定されています。24日の杉ホールディングスと26日の日本オラクル。次に決算スケジュール全データです。毎回お話しいたしますが、決算またぎは決算プレートも呼ばれる非常にギャンブル性の高い持ち越しになりますので、 あまりお勧めいたしません。決算期待での決算発表前までの上げを狙うなど、比較的安全な方法はいくつもあります。高決算が出ても下げてしまう場合もありますので、決算またぎは非常にリスキーだと思っています。どんどん話していってしまいますので、気になる部分については一時停止でご覧ください。まず、明日、 9月17日火曜日、9件が予定されています。場中発表で11時にコーセル、引け後になるとトリプラ、システムデイ、サンバイオ、東京ベース、クシム、パーク24、レテック、エムマート、そして20日金曜日、1件が予定されています。引け後の発表でサツドラホールディングス、 そして翌週24日火曜日は2件が予定されています。引き後の発表で杉ホールディングスと朝日。そして25日水曜日5件が予定されています。引き後の発表で大光とそして新高、ファーマライズ、内藤、石中。そして26日木曜日4件が予定されています。 日本オラクルとハニーズ、そしてフィードフォース、ファインシンター、日本オラクルは対久倍率0.6倍になっています。そして27日金曜日、10件が予定されています。当初は8件のみです。場中13時30分に平和堂、引き後になると見ます半導体、ハローズ、オプトエレクトロニクス、DCM ホールディングス、 長子丸、パレモホールディングス、急創流通。連休明けの株式投資に向けてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。